ちぶや。新たな特技習得。なんだと。特技や。特技や。なんかパッと手に入れられる新たな特技ってなんだ。いやな、何でもできちゃうからな。もう新しく習得する特技とかないかもしれないな。あ、指パッチャン。どうよ、聞こえた？え、聞こえないの？こんなに頑張って、聞こえないの？鳴らしておや。おや。あ、BGM 一回切ってみて。どうよ。聞こえたでしょ？聞こえたよね？鳴ってた鳴ってた鳴ってた。口笛。新たな特技なんだろうな。ちょうどヘビ語も話せるから話せねえよ。はじめ配信で一回もヘビ語喋ったことねえだろ。わーしゃーしゃー。もう何言ってるかわかんないよ、ありゃ。はじめはもう聞き取れない。駅で迷子になってホグワーツ行けない世界線。それはもうどうしたらいいの？入学許可証あんのに永遠にはじめは入学できないの？そんなん何のドラマも生まれないやん。話せてるやん。いや、話せてないやろ。聞き取れたんか、今、はじめが何言ったか。新しい特技、ヘビコ！ええやん！え？いいやん！え？よくない？ヘビコ、新しい特技や。ワールドライシャーク。え？よくない？ダメかな？埋めたらこれ。新しい特技なんでちか、ヘビコ列って。ハリーポッターで覚えましたって。一回ね、一回目とこ、一回ね。いや、ちょ、アクア先輩とね、ちょ、コラボを立てていただきました。ありがたい。紅茶裏コラボはね、ちょっと、裏返つけちゅるが合わなくなっちゃって、できなくなっちゃったね、つける。とちまち遊び大全でね、呼んでくれちゃって。めちゃくちゃ嬉しかったです。遊べて。最後にね、思い出できてよかったなって思いました。いや、でもなんか、緊張するかなって思ったんですけど、すごいアクア先輩が、多分やりやすいようにして、なんか、強い言葉をね、言っても、よさそうなって言ったらあれちけど、受け入れてくれそうな空間を作ってくれてや。遊んでもらえて楽しかったな。いや、でも終わった後にちょっと、緊張して、なんか、いや、ほらなんか最後なわけやん。だからなんか、言いたいことはいっぱいあるんだけど、でもなんか、いや、とつまちらしい、まだ後に詰まってるしや、なんか、長々と、なんか、言うのも違うしや、ってなってや、ちょっとありがとう、おじゃいましたしかちょっと言えなかったけど。まあ、でも伝わっているはず。いや、ほんとめっちゃさ、いろんなコラボとかさ、ソロの配信とかさ、今めちゃくちゃやってらっしゃってや。そのね、詰まってる中で、なんか遊んでもらえる時間を作ってもらえると思わなかったのにゃ。すごい、すごいね。嬉しかったでちゅ。あと、先週であと、チョコ先生と動物の森
もうして怖くとちくってなんかねえ、あのチョコチェンってチョコチェンチェってさ、めっちゃさなんか大人っぽくて、なんかすごい初めの面倒見てくれてって、そういう面もあるんだけど、チョコチェンチェってなんか結構ドジっ子っていうかさ、なんか可愛いよね、なんかチョコチェンチェはね、可愛いよ、やっぱり。なんかもうお家行った時もなんかめっちゃ可愛いパジャマ着てたの。なんかで、なんか髪型もね可愛くて、でもなんかそれでなんかイラちゃん、イマンちゃんみたいな感じで迎えられた時に、あれマジ初め彼女いたかなみたいな錯覚しちゃったもん。なんか隣いいよーみたいな感じでさ、なんかねチョファリー座って座ってみたいな感じだったんだけど、こんな可愛らしい女性のパジャマ姿隣に座っていいのか、どうなんだ初めてみたいな感じになっちゃった。でね、最初に琥珀と作って、でなんか動物の森もやろうみたいななんかちょこちょこ、あれ動物の森にカチェットがない、あれみたいな、何日か前まであったのに、え本当に絶対あったんだよ、見たもんみたいな感じで、ちょこちょこってめっちゃ動物の森のカチェット探してて、なんか子供みたいで可愛かった。え、本当に何日か前に会って、え、だからこれ動物森できるじゃんって思って、え、本当に会ったの、え、なんでないの、え、みたいな感じでめっちゃ頑張って探してた。うん、めっちゃ可愛かった。そう、で、なんかなくてダウンロードしてた。可愛かったよね。前でもね、たくちゃん食らっちゃって、なんであんな持ってんだろうと思いましたけど、しかも初めあそこで運使い果たしたわ。なんか珍しいザムチとか捕まえられて楽しかったですね。で、あ、ちょ、で、配信終わった後に、はじめめっちゃお腹空いてたんですよ。見た方はわかると思うんですけど、夜ご飯食べてなくて、めっちゃお腹空いてて、お腹空いてたんだけど、琥珀糖をね、いっぱい食べたことによって、結構、もう腹7分目ぐらいになってたの。そしたら、なんか、チョコ先生が、餃子焼いてくれて、あの後餃子食べて、帰りました。今じゃ食べてちょっと鼻血して焼いてくれたの、美味しかった。お米は食べなかったけど餃子焼いてくれた。ファンツァ、はい、オッケー、はい、オッケー、ファンツァ助かる。そんなに立ち去るの？ウィンクじゃ？ああ、よかったよかった。ありがとう。ワンチャで立ち去る命がある。ちょ待って、こっちできない。できちゃ。ミームのヤギのモノマネをしてる。してねえよ！いつもしてないよ！したことないわ。待て待て。じゃ、今やってみるわ。ブル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 ブブ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 ブ
あんまりもっとなんかブル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 ってなってるもん。これで一枠は無理だろ。何言ってるかわかんねえわ。しょうもない早口言葉言いたいなと思いました。ボブバブ、ボブバブ、ミバブバブ、合わせてボブバブ、ムブバブバブ、ムニャ、ムニャ、ナムムニャ、ナムムニャ、ミナムムニャ、合わせてナムムニャ、ムムムムニャ。しょうもない。くそしょうもない。早口言葉。作りやがって。なんだよ。ナムムニャ、ナムムニャ、ミナムムニャ。ナムムニャなんて言葉ねえよ。しかも、なんでボブバブなのに最後ミバブバブなんだよ。ミボブバブだろ。なんでバブバブなの。バブバブ言わせてだけだろ。よこちゃん、みなたん。いい目見ろよ。歯磨きよ、どうよ。いい目見ろよ。歯磨きよ。風呂入れよ。おやすみや。ありがとう。心がね、動かされて行動を起こしたりとか、その日からの景色が変わったりとか、まあそういうことを全部青春って言うのかなって思ってます。はじめりどん。